こんちゃー翔太です。かなり酔っ払っているんですけど、今回来たですね、レオニダス一世かな、ちょっと見ていこうかなと思います。ちょっと明日ですね、真面目に、解説する動画というのは出そうと思うんですけど、まず初見ですね。一瞬チラッとは昼休みとかに見たんで、大体は雰囲気は分かってるんですけど、見ていこうと思います。まずパッシブ3見ますか。ここが一番重要かなと思います。出陣時ですね、6ターンの間自身が列陣に入って、ダメージが 50% カット、回心率と回避率が 25% 減少と、で回心攻撃される確率が 25% 減少になります。回心率と回避率が減少するっていう関係上、受けるダメージカットっていうのはもう少し大きくなるのかなと思ってたんですけど、 50% カットというちょっと少なめですね。で6ターンの間ですね、で列陣状態中自身の生後状態はで HP 上限が自身より低い敵に解除されない。なので HP ですね、このキャラクターしっかり育成することによって、生後状態ですね、解除されにくくなるっていう風な特性があるみたいです。で自身が自身 HP 上限の 10% 上回るダメージを受けるたびに自身が 10% の HP を回復して列陣の炭素プラスに、するので、攻撃を受けるとですね、HP 10% 回復か、10% かちょっと少ないような気もしますけど、ダメージを、受けると、自身上限の、HP 3000万だとすると300万以上のダメージを受けた際は HP 10% 回復、300万の HP 回復しつつ列陣の炭素がプラスにされるということなんで、列陣の炭素が切れるってことはあまり考えなくてもいいのかなと思います。で毎ターン行動前、自身が列陣状態の場合、1ターン内で花言葉聖語、長老聖語、援護聖語になるっていうのはすごいですね。毎ターン行動前、1ターンの間なので、行動前なんでスキル発動前でもないので、これは本当に毎ターンですね。で列陣自体が攻撃を受けたタイミングで炭素プラスにされるようなものになるので、白バフ減らしとかされてもですね、大ダメージ、ちょっと小ダメージの本当に白バフを減らしに来るだけみたいなのであれば減らされるかもしれないんですけど、ある程度のキャラクターのですね、白バフ減らしであれば列陣の炭素のプラスの方が大きいので、今のところは解除されなさそうですね。でここでダメージ 50% カットが入るのか、なので、列陣と援護聖護で 75% ダメージカットになるんですね。でダメージ反射が 50% 増加、命中された時 50% の確率で1ターン内で敵を流血剤薬にすると。で自分が致命傷を受けた時、列陣のターンを1ターン使って致命ダメージ無視、自身の異常状態を全て解除し 30% の HP を回復、この効果は4回まで発動可能と、4回の致命ダメージ無視を持ったキャラクターとなったみたいです。めっちゃ強いな、めっちゃ強いんですけど、HP で勝っていないといけないというところがちょっと厄介かもしれないですね。あと致命ダメージ無視のキャラクターなんで、結局リシに対しては強く出れないんじゃないかなって今のところは思います。ちょっと上とかを見ていきましょうか。で HP68% 筋力値の2倍分の、敏捷ダメージをカット、体力値レベルかける300、状態状態性無視が 65%、筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカット、攻撃力 48% 防御貫通が1000なんで、もう耐久に振ってますけど、状態状態性無視 65% がここについているのか、ちょっとなんか微妙な感じしますね。次武器見ますか。武器なんですけど、 MR 武器が筋力値レベルかける280、攻撃力 21%、 防御力レベルかける300、ここに防御力と筋力値があるんですね。で UR 戦武器が筋力値レベルかける260、攻撃力 19%、 防御力レベルかける280と、なのでかなり耐久寄りではあるんですけど、それだったら状態上耐性無視じゃなくて耐性が欲しかったな、ちょっとそこが残念な気がしています。それではですね、アクティブスキルを見ていきましょうか。敵を8回攻撃し、優先的に撃砕罪悪状態ではない敵を選ぶってことなんで、このキャラクターは撃砕罪悪をばらまけるキャラクターっぽいですね。毎回 600% の物理ダメージと筋力値の8倍のダメージで、毎回攻撃前敵が撃砕状態あるいは風破状態の場合ダメージが倍になる。
敵が撃砕罪悪状態ではない場合2ターンの間、100% の確率で敵を撃砕罪悪にして、物理と法術防御力を 80% 減少で、回心攻撃された時ダメージを 20% 増加、すべての攻撃後4ターンの間味方6名を夜なぎ生後状態にさせ、2ターンの間を2ターンの間体力値が最も低い味方2名を夢中状態にさせる。あ、これはなかなか面白いスキル1じゃないですか。これだけでも役に立ちますね。状態状態性無視も 65%、まあ、ついているんで、そうですね、もう結構使えるんじゃないですか。撃砕罪悪をほぼほぼ敵全体にばらまけるってことですもんね、このスキル1は。あ、なかなか優秀だと思います。で、8回攻撃なので、まあ、敵6名全員に撃砕罪悪付与できそうな気はしますね。で、風波は何なんだ、風波関係あんのかな。スキル2で風波ちょっとパッと見出てこなさそうだけど、まあ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 いいや。で、まあ、夢中状態にすることもできるんで、このキャラクターが、このキャラクター自体毎ターン長老状態に入って攻撃引き寄せるんですけど、まあ、それでも防ぎきれない分ですねっていうのは夢中状態とかでも、守りながらやっていけると。で、体力値最も低い味方になるので、まあ、自分である程度調整できると思いますし、サポーターとかに乗ってきやすいんじゃないかなというふうには思います。で、続いて、スキルに見ていきます。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名を3回攻撃、毎回 500% から 2000% の物理ダメージと筋力値の5倍から20倍のダメージが入る。結構振れ幅ありますね。で、実際攻撃した人数が少ないほどダメージが高くなる。はいはいはい。で、どういう意味、ま、実際攻撃した人数が少ないほどなんで、まあ、攻撃した段階で敵何名に攻撃するっていうのは決まってると思うので、まあ、そこでしょうかね、多分。で、ダメージが変わってくるみたいです。で、毎回攻撃前、敵が撃砕状態、あるいは風波状態の場合、ダメージが倍になる。で、すべての攻撃を味方6名に自身の HP 上限 30% の HP を回復。え？味方6名自身の HP 上限 30% の HP 回復、かなり回復しますね。で、毎回回復前4ターン内で味方を合力生後状態にさせる。毎回回復後、回復量が味方の HP 減少分を、上回る場合4ターン内でその味方を結成生後、あ、ここで結成生後が出てくるのか、なるほど。なので、まあ、例えばどうしようかな、まあ、全員 HP 同じだとしましょうか、ややこしいんで、の時に、HP100% のキャラクターがこのキャラクターの回復をもらうと、まあ、30% 分のですね、結成状態がもらえるっていう風なものになるみたいですね。お、これはいいですね。そして、まだ知力値が最も高い味方の異常状態を全て解除し、4ターン内でその味方を奮起生後にして攻撃力 50% 増加、防御力 80% 増加、筋力、知力、敏捷値を 20% 増加と。知力値が、まあ、ほぼほぼ帰国士になるんでしょうね、これは。持ってる方であれば。これはどうなんやろうな。ちょっと、まあ、スキル2の最後に奮起生後なんで、まあ、ちょっとタイミングはよくよく考えないといけないんですけど、まあ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 って感じですね。で、生後状態解除されないっていうのはこのキャラクターだけの話だと思うんで、まあ、致命ダメージ無視だからいいのか、生後、奮起生後が付与されても。はい、あ、まあ帰国した相性はいいんじゃないかなと思いました。いや、めっちゃ強いとは思うので、まあ非常におすすめのキャラクターかなというふうには思います。まあちょっとまたですね、明日以降どんなキャラクターなのか、取るべきなのかというふうなところについて考えていきますけど、まあ第一印象としてはかなり強いキャラクターが来たなというふうな印象なので、とっても問題ないかなと思っております。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、 Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。